や祖母も買いましたこれを。みんなこれですごはい、皆さんこんにちは、リリアです。今日はコストコに行ってきました。イエーイ、そうコストコ行ってきた、かわいい。はい、でなんかコストコにいつも通ってるんですけど、で今日は結構久しぶり、1週間ちょっとぶりのお買い物ということで、で今妊娠中の母、私の母でもおばあちゃんが現在妊娠中で自宅安静中なので、ちょっとその母のお使いのものも入っていて、お使い頼まれたものも入っていて、あとは私の祖母とかもいつも一緒に行くので、コストコのものがみんなの家族のファミリーのものですね。あ、まあちょっと別々なんですけど家は。じゃあ早速紹介したいと思います。どっから行くか、じゃあこれからする。はい、有機育ちのこの納豆、これは母のがねいつも買っているもので、まあオーガニックの納豆で、すごく一つ一つがちっちゃくて、よくね昔弟とかも食べていましたね。これは今も食べてるの？うん、食べてるみたい。家族でみんなこれ、みんなこれ、みんなこれ食べてるみたい。なんかタレもさ、全部オーガニックだから。あ、そうなんだ。あ、入った。はいはいはい、あ、入っちゃった。あとあれね、お尻拭きそこにある。はい、もう一枚。いや、いい、これ。あと、でもこれなんかからしとかもタレとかも無添加って書いてあります。すごく良さそう。オーガニックの醤油とかだもん。え、食べ応えはいい感じ、普通、ちょうどいいって感じ。ちょうどいいね、いいね、おシャンティで。これはアボカド。あ、イライラしてるもんちゃん、ごめんね、イライラしないで。これだ、そんな、ほらほら、これお塩だよ、これガーリック、ガーリック違うね、ソルトで、これはアボカド。アボカドはなんかいろんなご飯に普通に使ってるよね。栄養価がすごく高い食材だから。アボカド納豆とかね。アボカド納豆って、え、何それ、美味しそう。え、ちっちゃい時食べさせてたよ、ね、この子。あー、食べてたね。そう、だからももちゃんももうちょっとしたら食べる。確かに。あ、そしたらこれだね。そうだね。買い始めないと。そうそう、それね。で、あとはこれ、オーガニックバナナ。これね、オーガニックバナナです。これはいつももう本当に絶対買ってるかな。うん、そうだね、やっぱスムージーに入れたり、あとは、まあ、母とかはお料理、まあ、弟が食べるそういうお菓子みたいなものを作ったら、オートミールねとかで、これちょっとやめて。で、何でも使えるバナナじゃんね。で、じゃあ次これね。はい、これ見えてる、見えてる、よかった。これはピュアシーソルトですね。これカークランド、私カークランドすごく大好きだって。そうそう、みんなそうだね。そうだね、うちもそうだし。そうだよね。で、私は結構塩とかはアルペンザルツっていうものが大好きだったんですけど、これも結構すごい好きになりました。買い替えてから母が使ってて、あ、なんか良さそうなお塩だねって思って聞いたらこれって言ってたんで、おすすめ通り買ったら、次は祖母も買いました、これを。みんなこれで、すごくいいよね、大きさもすごい、何でもつけちゃっていい感じ。ママはパスタとかにね、茹でる時とかにも全然普通に、うん、あ、そうね、最近違うけど、あ、そう、うん、で、この卵は祖母が買ってるんですけど、買ったものなんですけど、まあただ単に大量買いっていうだけで、まあこれぐらいあればいい。で、あとはこれはツナフレーク、これ私が買ってるんですけど、もう大量にツナがなかったので、ただ買っただけです。まあ、これはまあ大量なので、たまに買ったりします。そんなめったに買うものではないんだけど。で、あとはこれ豚肉、豚ひき肉ですね。これ豚ひき肉、これはただの豚ひき肉、豚 100% のひき肉なんですけど、赤身の方なんだよね。これすごくグラム75円でしたね、今日は。すごく安かったです。
まあ大量にあるとやっぱ大家族はいいですね。うち大家族じゃないんだけどね私は。で今とか例えば何こうやってお昼とかみんなで食べる時とかそういう時に持って、まあ、ここの人数は今すごいからそういう時はいいです。であとこれすき焼き用のロースのすき焼き牛肉ですね。すき焼きが最近好きなのでこれ買いました。前回行った時なかったのである時に買ってあと使って冷凍しておきます。このお肉もねすごい美味しかった。今回ちょっと紹介し忘れてしまったものがあって、左の手前にある九条ネギと一番後ろにある奥にあるオイルスプレーちょっと本当に紹介し忘れてしまったんで口だけで紹介したいと思います。左の手前にある九条ネギはすごくなんだろう、何でも使える万能なネギで、なんか青いところももちろん使えるので私はお味噌汁とか本当薬味としてたくさんたくさん便利に使わせてもらってます。あと一番後ろにあるオリーブオイルスプレーはステーキとか卵焼きとか例えばなんですけど焼く時とかにまんべんなくフライパンに行き渡って少量の油でいいので、なんだかねそんなに油を使わずヘルシーにできたりとか、なんだろう、やっぱり焼きやすいなと思いますし私はすごく便利で使っています。はい、ちょっと声だけの紹介になってしまったんですけど、まあ、引き続き見てください。こんな感じで今回はちょっとそんなになんかいっぱいあるわけではないんですけど、なんかいつもの方が買ってない？あとさ今日目当てのものなかったんで。そうかそうだね、いつもはもう本当に大量な時はもうこれにフローズン系も各その3個の家、え？こないだでしょ、そうそうこないだオーガニックって出してね、そうオーガニックストロベリーブルーベリーでマンゴーと買ったりとか、祖母母私の家に各自から、ね、そうでこれだけでフローズンみたいな感じ、そうそうこれこれなんでしょ、そうなんかね今新しい形になってるらしいよ四角に、えそうなの、今入るべきだよ、マジ考えよう、入るあれじゃないからまだ買いすぎてるもんね、そうこれ入った方がいいんだよ、なんかエグゼクティブメンバー、そうそう入った方がいいってずっと言われて、もうコストコで毎月全然普通にいっぱい買ってるから、あれかも旦那さんと行かないとダメかも、そうだね、うん、家族会員じゃないと、かかだからいつも言われないんだよね、そうだね言われないもんね、そう、そうだ今度考えよう、考えようじゃないよ、旦那さんと行った時は絶対入ってきた方がいい、そうだねっていうかおすすめしとこ、てかそれ見せてほしいよね、あの紙みたいな、あすごい言われる、あそう、うん、あでもネットで検索すれば出るか、もうすっごい全部細かく書いたら、え何ポイントが貯まるの、ポイント貯まるの、使えるの本当に、そうだよね使える、来年の2月ぐらいかなに付与されて、あそういうこと、でそれから使えるんだよ、でもさリラ絶対入んないとおかしいよね、入んないとおかしいよだってだ、ね、まだ今行けないからあれだけど、うん、普通に何万円も使うわけじゃん、なんか月でしょ、でこんなの買ってんじゃん、これねこれ確かに、なんかもうアクセサリーかするわけでしょ、こんなのそうだよねそうだ、だって普通3万円 2,3 万でね、お得なんだって月、月 2,3 万だよ、使うよね、そんなの余裕で全然使ってるよね、コストコだよね、もう様々だもん、確かにアクセサリー買う前にいいね、アクセサリーあそこ可愛いもんね、うんね、もうなんか買っちゃってもったいないけど、本当だよね、まあいやこれから買う時に入ろう、てかさこれから絶対家族こうやって増えるわけじゃん多分、そうなんね、だったらそう入るべき、お米買う時とかもね、あそうだよね、お米も買ってたもんね、お米も買ってた、もったいないもんね、月めっちゃ使ってるよコストコに、使ってるよ、コストコありがたいから大好きコストコね、いいね、本当大好き、ママオンラインも使ってた、すげえもうヘビーコストコユーザーで、今日はちょっとねカートに乗れなくて、2人乗れるカートがあるんですけど、でそれに私の母が2人乗せるのが夢で、で今日は今日行ってないけど、そうだった、写真撮ってきてくれるな、確かに確かに、でそれでまあもう弟くんが最初乗って、で前回は弟が乗んなくてこっちが乗ったんだよね確か、
そう、それで乗れなくて2人で、そうそうそう、乗るシーンが、乗せようとしたら泣いて、すごい、ちょっと合わないんだタイミングが。そうね、黄色い。じゃあこんな感じでコストコの商品紹介でした。まあ私たちが結構動画で出てるようなコスあの食材とかって結構コストコで買ってるものが本当に多いので。コストコみんな行くんですか？めっちゃ聞きたい。コストコってさ、やっぱみんな行くのかな？近ければね。そうだよね、確かに店舗限られてるんだろうね。限られてるよね。そうだよね。あ、でもあれ、視聴者の方で、まあ、コストコ行ってる方は知ってるかもしれないですけど、妊婦さんの枠があって、今ってコロナウイルスのせいか、そのせいかな、多分そうだよね、そのせいか、火曜か金曜、火曜金曜だっけね、確か、あ、間違ってたらちょっと詳しく調べてほしいんですけど、火曜金曜で優先的にオープン前の1時間とか、そうだよね、1時間半だっけ、うん、とか、あの妊婦さんと同伴者一人で子供も OK みたいな、うん、そういうのがあって行ったこともあるんですよ、母と ね、 いいよね。そうそう、だからそうやってもし妊婦さんの方が多分いるかもしれないから、65歳以上も一人同伴 で朝から本当に人が少ない状態で行けるので、もしコロナで本当に妊婦さんってね、コストコ行きたいのにあんな人混みすごいから行けないとかね、私とかもそうなんですけど、なんか人がすごい時間帯を避けて私たちも結構なるべく行ってて、で、まあ、妊婦さんの方は本当にそういうの利用した方が全然いいと思いますし、駐車場とかも危ないもんね。なんかさ、飛んでる時行くとさ、なんか意地悪な人とか突っ込んでくるじゃん、妊婦に。そうなの、そうなの、ね。なんか結構さ、その私の同級生とかも言ってたんですけど、やっぱ妊婦バッジとかつけてる人なのかな、突っ込んでくんだよね、なんか私も一回あったんですけど、なんかそうそう、わざとじゃないといいなって思うんですけど、わざとっぽいっていうのも結構話聞くので、いろんな方からね、そういう突っ込まれたりとか本当に気をつけてほしいね。怖いね。怖い。だからそういう空いてる時に行かないと。そうそう。子供とかもそんなにいないし、うん、子供とか間違ってカートバイエーって、うん、やっちゃうしね、結構。そうね、朝いないからね、子供はね。弟もやってたわ。長くなりましたが、コストコ紹介でした。今日もご視聴いただきありがとうございます。この動画がいいなって思ってくれた方は、チャンネル登録とグッドボタンお願いします。うわ、かわいい。はい、バイバーイ。バイバイ、シー。バイバイした、バイバイした、バイバイ、バイバイ、もうちょっとした、バイバイ。もうじゃあさ、なんか